はい、三次方程式があって、で解が2個与えられてます。で、二重解だから一応2個と扱うわけで、そうすると、あと1個の解を求めるということと、それから、一応未知になっている定数 A と B という係数の値を求めてくださいということですが、2個与えられてるから、あと1個は多分できそうという気はするわけですけど、で他の解が求ま、残り1個の解が求まれば、そこから係数決定するということはできるわけなんですが、ただ問題なのはその2個の解が重解だから値としては同じだということなんですよね。だからの2個求まってるから、2個分かってるから、あと1個求めると言っても、 x イコール2を代入した時っていうのはの式は1本しか得られないわけです。でそうすると A と B っていう2文字の関係式が1本しか得られないので、それだと A と B は求まらないということに注意が必要です。だからの X イコール2を代入だと条件が足りないと、まあ普段あんまり赤字でこういう方針を書くことはなかったかもしれませんが、でとこの2個あるからあとの1個っていう素直な方法としては、左辺の三次式 x3 乗足す x2 乗足す bx 足す 3a 足す20は x-2 の2乗で割り切れると。でこれ何が違うのかと思うかもしれませんが、あの x イコール2を代入っていうのは x-2 で割っていることに対応します。これはの方程式と多項式の関係、因数定理とかの話を思い出していただければいいかと思うんですが、でそれだと足りないんですが、 x-2 の2乗で割り切れるっていうことは、あまり、まあ本当はあまりないんですが、が一次式、あまり一見あまりに見える一次式がゼロとなるように、と一次の係数イコールゼロ次の係数、定数項が共にゼロイコールゼロ、共にゼロになるようにから A と B が求まる。なんでかというと、三次式を二次式で割ったら、あまりは一次以下の式で、から一般には一次とゼロ次が出てきますが、その係数に両方とも A と B が入ってて、それが共にゼロになるっていうことは、A と B の関係式イコールゼロの、まあ定数項も入ってくるから、まあ一般にはどうなってるかわかんないですけど、それが2つとも0になるってことは、 A と B についての関係式が2本得られるわけですよね。そう、2本関係式が X イコール2を単に代入しちゃうと1本しかないのに対して、一次式のと係数って2箇所あるから2本出てくると、そこから A と B が求まるはずです。まあ、これは運もあって、A とか B に対する、ここに出てくる関係式が、日本とも同時な関係式だったりすると、決まらないとかいう場合もあるかもしれませんが、そういうふうに問題が仕組まれてたら相当嫌ですけど、素直にはこうやるはず。で、まあ、これを実行していいんですが、もう少し上手い方法を紹介しておきます。大体なんか右側に青で書いたら、もう、その回答はここでは紹介する気がありませんよと言ってるようなもので。まあ、これは単なる割り算だから丁寧にやってください。で、ここではもう少し上手い方法を考えておきましょう。で、それは何かというと、他の解っていうのは、三次方程式の残り一つの解ですね。だこれ求まったら全部三次方程式の3つの解が求まったことになるので、三次方程式の現物がピシッと決まることになります。ただ全体を定数倍した
分は不定性が残ってしまいますけど、今 x3 乗っていう最高次の係数が1に固定されているので、もう x-2×x-2× もう1個 x- なんとかっていうふうに決まってしまいます。で、それをその他の解を x=c とすると、そうすると左辺が x-2×x-2×x-c と表せるはずです。で、他の解って言ってて2が20解だと言ってるから、多分 c は2じゃないはずです。でこれで c も2で30解になってるって言ったら、ちょっと問題がなんかルール違反に近いことをやってるかなという気がするんですが、まあ一応多分とかしておきますけど、多分を黒字じゃなくて青字で書いてるのは C が2でないとしても大概大丈夫なはずだという仮定に基づいていて、でそれを隠したいときは、もっと嫌な問題だったら、ここ20回ってわざわざ書かないで10回にするんですね。30かもしれない。その場合は C が2の場合と2じゃない場合の倍分けがきっと必要になるので、もっとややこしいですが、ここでは C をとりあえず2じゃ なくても成り、まあこれあんまり使う場面ないかもしれませんが、与えられた方程式はこう置いておけば、 x-2 の2乗かけることの x-c イコール0と表すことができます。で、これを展開すると、まあ展開した後係数比較するだけです。 x に、ちょっと丁寧にやっていきましょうか。 x2 乗引く 4x 足す 4×x 引く c イコール0、すなわち、まあこんなの計算用紙にやるべきことですが、 x3 乗引く、4足す c 倍の x2 乗、あと4足すマイナスの4足す c、 x2 乗足す、4c 足す4倍の x かな、引く 4c イコール0で、あとは係数比較です。まあなんで係数比較していいのかっていうこともちゃんと理解しておかなきゃいけないですけど、で本当はもう解全部出してきたから、与えられた三乗定式 x3 乗足す x2 乗足す bx 足す 3n 足す20が、与えられた方程式の左辺の三次式、三次多項式が、この左辺の三次多項式 x-2 の2乗 ×x-c で割り切れるですが、今小が、余りが0で小が1なので、でこれとこれそのまま係数比較してたのと全く同じになるわけですね。そのことを分かった上でさらっと係数を比較してって書くんですが、係数を比較することが論理的に大丈夫なのかというか、必要十分であるのかっていうことはきちんと理解しておく必要があります。 a イコールマイナス -4-c であって、b イコール、一次の係数が 4c 足す4で、3a 足す20イコールマイナス 4c、 これが関係式になります。で、これを満たすのはっていうことになりますと、いくらだ、第ちょっとこれは丁寧に計算した方がいい気がしますけど、どこに行こうか、第一式よりと a 足す4イコールマイナス c、 すなわち 4a 足す16イコールマイナス 4c で、一方これ、3a 足す20もマイナス 4c ですから、3より 4a 足す、
あ、なんか汚いな。16イコール 3A 足す20から A イコール4と。で、C イコールマイナス A 引く4いいのかな。ですからマイナス8であって、あ、だから C、これ他の解でしたよね。 C っていうのなんか AB に連なる数でアルファベットにしたの失敗でしたね。 K とかにしときゃよかったかもしれませんが、と A も止まってて C も求まってて、で B イコール 4× マイナス、なんでいいの、マイナス8足す4だからマイナス28か。うん、これで求まりましたね。意外とあっさりでも拍子抜けな感じですけど、まあもう一回もまとめて書いておいた方が親切かもしれませんけど、求めようと言われた定数 A と B の値は A イコール4であって B イコールマイナス28であって、で他の解は C すなわちマイナス8、X イコールマイナス8が残りの解だということで、で、まあ、答えとしてはこれで終わりですけど、確かめておきますと、とよって与えられた方程式っていうのは、X 3乗足す 4X 2乗引く 8X 3A 足す20が、足す32で、これがと X 引く2の2乗かけると X 引くマイナス8すなわち X 足す8イコール0になってる。本当かな。とここら辺の係数比べていく と C イコールマイナス8を代入すると、ああ嘘嘘、ここ28ですね。28で、これを因数分解するとこうなってるはずですということで、でこれはもちろんあの最初に x 引く2の2乗で割っておいた形と同じになってるはずですということで、まあこっちの方が素直な方法ではあるので確かめておいてほしいですが、の残りの解1個定数と置いてしまっても出せるという、それは何でかというと3本関係式が出てくるからですよね。どこかっていうと2の係数1の係数定数項に対して c を含んだ多項式、関係式が出てきますが、多項式では方程式が出てきますが、でそれが ABC っていう3文字の一次式3本になっているから全部が求まるというわけです。でこれがうっかり2次とかになっちゃうようだとちょっと別の意味で怪しいですが、もうだから3本出てくる、そして1次で済んでるというところに注目するとこういううまい解法があるということです。まあ思いつかなかったら素直な方法でやってもいいですけど、ちょっと割り算の手間がかかる分だけどっちがどっちっていう感じですね。